ろたん、こんばんは。ありがとう。おかえりなさい。ザ・アイタン、こんばんは。ガタガラミッチー、こんばんは。ありがとうございます。シュー、おかえり。ね、好きなワンシーン、そういえば嫌だわ。もうね、もうくったくたで、今日でもうくったくたなんだけど、明日本番なんだけどまあ大丈夫です。やるときはやる子です。花冠、じゃあフードです。フードこんばんは、月瀬さん、こんばんは。おかえりなさい。ありがちゃん。舞台行きます。わし、わご、素晴らしいよ。舞台行くも大、あのさ、缶バッジさ、なんかわごがもらう方かわいいんだけどね。あおさん、たん、あおいたんさん、こんばんは。ありがとう。とし、こんばんは。おかえりなさい。コンタクトしてたのか。まあ、そう、結構ギリギリまでなんかいろいろやってたりして、なんか外して帰ろうと思ったんですけど、時間がなかったんで、まあこのままで帰ってきて、まあこのままでやればいいかと思って。みんな、おいたんは明日この目だからね、この目だからねで魂を売る代わりに必ず叶う願いをするならどうする？魂を売る代わりに、売らないよ。ソウル売らない。舞台行きます。ありがとう、オルテガさん、おかえり。ちなみに明日はね、当日券が一席ずつなら出せるよ。こんばんは。ありがとう、お弁当さん、こんばんは。おかえりなさい。こんばんは。ありがとう、ジュンさん、こんばんは。ちょっと舞台のメイクで怖くてごめんねわー、デコパチー、ペン。そう、ウィッグかぶってるとさ、もうウィッグかぶってると絶対これなんか魔女みたいおかえり、レクタン。こんばんは、ハルコタン、こんばんは、ヤスイニョン、おかえりなさい。ありがとう。いやー、今回ラビットよりもさらに愛されキャラだよ、ひねずみちゃん。マジか、どっちがいいの？あのさ、なんだっけ、なんかプクってしてる方。五条悟、あれかなんだっけあれだろ。やべえ、なんか最近のなんかトレンドのあれも、なんだっけ、血経限界みたいなやつじゃなくて、なんだっけもうダメだ、アニメの名前さえ思い出せないわ。もうなんか五条さんって人気だよね。あとなんだっけ、なんかなんとか野原みたいな子いるよね。おかえり、カメラモン。かわいいじゃん、ニヤニヤ。かわいい、かわいいよ、いた。まあ、今日は明日舞台の初日なんですけども、お先に夢チームのゲネプロというリハーサルですねをしてきまして、そう、やっぱりね、頭がおかしい葵たんを見たければ、わかんない、通常運転かもしれないけど、いつもよりなんかネジが外れてる葵たんを見たかったら、夢チームがおすすめですねでで今日の葵たんにらまれたら1位になりそう。でもね、なんかね、目が乾くよね、カラコンってね。おかえり、ポーズ。24日ナンバーワン扱い舞台、マーダーホリック夢チーム配信チケットで、ありがとう、ありがとう。ね、夢で会おう、夢で会おう、配信で会おう、もーちゃん。ラビットの方が強そうだがね。なんか、いや、どうなのかな。いや、でもね、ラビットより頭おかしいんだよね。そう、こんばんは、おいたん、こんばんは、おきちゃん、おかえりなさい。全然ウマ娘ができないよ。こんばんは、ありがとう、みーたん、おかえり、こんばんは、ありがとう、まいたま、ありがとう。頭回ってない感じが臭ね。そう、もう今日本当に朝入りをしてからほぼ座ってないんですよ。もうずっとなんか夢チームバーあたり、次うつつチームバーあたり、次
夢チームダンス稽古、うつチームダンス稽古でしたら、じゃあまた場当たりの続きで、最後夢チームゲネプロって感じで、もうずっとね、もうあーって、なりました。好きなカラコンは、こんばんは、おかえりーごーさん、こんばんは。いやカラコン好きじゃないんですよね。なんか目が乾くし、なんか黒目の中に色が入ってくる。昔ナメック星人に憧れて棒指4本かっけーと思って、小指怪我したの。もうむつけるよ、仕方ない、お気に入り。それかわいいかわいい。それゲネプロお疲れ様だ、ありがとうございます。明日はうつつチームのゲネプロをやってから、うつつチーム本番やって指チームですか。いつも外れてるよ。いつも外れてるかな。いやでも今日はそう、なんかうつつと夢とごっちゃになって、夢チームのゲネでひねずみがちょっと普通の女の子の時があったよって言われて、そう気をつけなきゃって思いました。つまり うつつのひねずみは割と普通の女の子で、夢のひねずみはもう普通の女の子じゃない釘崎のばらちゃん、そんな名前だったかな、そんな名前だったかな、んだっけあの流行りの漫画おいた、まだ見てないんだよな。悪魔との契約とは危険だなって思った。そうだよ、舞台行きます。無理や。おかえりドラゴンさん、こんばんは。おいたん人外が頭おかしい人の役で、基本的になんかおいたんってなんかありがたいことにちょっと変わった役が多いですよね。役じゃあうつつチームの方でうつつチームが、うつつチームはうつつチームで普通に可愛い葵たんだと思います。大変だな、お疲れ、ありがとうございます。そうだ、今日お昼ご飯に、お昼ご飯の時間もそんなないなって思ったんですけど、この冷やしきゅうりを食べようと思って買ったのに食べれなかった、時間なかったやで、あ、そう、これからじゃちょっとだけ皆さんにお見せしますね。何？明日から舞台の本番、舞台の本番が始まるに伴って、物販があって、でそのうちの一つにランダムチェキがあるんですよ。でランダムチェキ、葵たんは1枚1000円で、サインとマーダーホリックっていうお名前しか書いてないんですけど、まあその時だけの限定の、面会がないのでって感じなんですけど、のまあそうですね、チェキをお見せすると、ちょっとどんくらい遠目だったらいい、これとか、これとか、はいあ、メガネ来ましたね。これメガネショットです。はいみたいな。みたいな感じと、みたいな感じと、よいしょ。あ、おかえり、はぐさま。あと、これですね。これ、ピンクのナース服のやつですね。そう。はい、これちょっと全身、後半全身多かったかな。はい、ただまあこんな感じです。はい、皆さんぜひゲットしてください。ちなみに前半のチェキはこれで、後半は違う衣装のチェキを入れますというか、そっちを取っていきます。よろしくお願いします。わかる、カラコンない方があなたは可愛い。なんかカラコンってしんどい。こんばんは、おかえり、遅れた、おかえり、ハク様。なかなかにハードスケジュール、明日は千秋楽だと思ってもう頑張りますから。それ呪術廻戦、そうキュウリ好きなんか、おいた、これファミマのこのキュウリ好きだよ、一本のやつ。ランチェキですよ。箱に入れるで、キュウリよ。スイカがダメならキュウリ。ありがとう、ミータンカウント。ランダムチェキ当たりは広瀬すずとか、違うじゃん。ナンバ葵の中のランチェキやん。郵送して。
お届けしたいだ。メガネ天使と前髪流し美女お願い。ちょっとウィッグ的に流しは無理だけど、メガネはある。ちなみにおおよそ何枚ぐらいの予定なのかしら。購入の目安にしたい。え、どういうこと？とりあえず、とりあえ、でもまあ空き時間に随時撮っていけるんですけど、とりあえず初日は今撮った分60枚あります。おお、メガネフェチ来たー。そう、メガネとか大事かなと思って。マスターポチポチしてくるね。ありがとうございます。いやー、ありがとう、ひよこちゃん、こんばんは、おかえりなさい。なぜに、何枚に1枚サンタさん入ってますか。ないわないわ、誰の衣装にもないわ。サンタさん、メガネ集まれー。まあ、メガネ、そう、なんかメガネ、まあちょい多めぐらいで、はい、入っております。そう、初日60ぐらいで了解しました。まあ、でも今日撮った分でしょ。だ、明日そのゲネとか本番の合間にまた撮るから、まあなんか皆さん、まあお好きなだけ、そう、ちょっとまあブロマイドとともに枯らしていただけると嬉しいです。あたいなしかよって、まあ実はこのランダムチェキに、ランダムチェキのどこかに青いタンは当たりを仕込むんですよ。で、当たりを引いた方は、それ持ってきたら今度青いタンのサインチェキ1枚プレゼントというのがあるんですけど、まあ皆さんが買い終わって舞台が終わったら、これがあった人は当たりだよというのを言いたい。ファイマのハミチキを専用バンズに購入して挟んで食べるとやばい。あ、美味しいの？それなんかよく聞く。当たりの足跡は、1000枚に1、あー、足めっちゃ入れちゃったかもしれん。足、どうだろう。あ、でも、割と割合は高めだよ。当たり入れのか、当たり入れます。今日食ったんだが、バンズのタルタルソースが、ファミチキに絡んでめっちゃうまい。すごい。でもめんどくさいなぁ。足跡が一番の当たり。はい、まあそういうランチ系も楽しんでいただけると嬉しいっす。足の入り具合でお財布の具合が変わるかも。いや、でも正直結構、わかんない。足をね、ちょっと足ってみんなの中でどのくらいの範囲かわかんないけど、ものによっては見えます。シャス、足、はい、ということで、皆さん、ちょっとまあここのところずっと舞台でしたが、明日ついで初日を明けます。明日ですね、舞台マーダーホリック池袋シアターグリーンボックスインボックスシアターです。で、こちらですね、明日から、25日まで4日間2公演やります。で、明日はですね、ちょっと一番席が埋まってる日で、ダンスイベントがある日なんですよね、終演後に。なので当日券は1枚だけ出るそうです。はい。で、ご予約してくれた方はちゃんとセブンイレブンでチケットを発券して忘れずに、お持ちになってお越しください。45分前から空いてますので、ボックスインボックスシアター行って、奥進んでエレベーターで5階に上がる感じになっております。で、そこになんか受付とかもろもろあるので、こちらで物販を先に前物販でお願いします。そしてですね、明日ダンスイベントがあるんですけども、何でも平気です。スマホでもいいし、一眼でもいいし、何でもいいし、写真でも動画でもいいです、撮るのは。で、劇中のオープニングダンスを終演後にもう一回踊るという感じなんですけども、何？まあ一応ね、席後ろの方とかもいるから、こう自分の頭の上とかにはカメラを上げないように、そうしてください。よろしくお願いします。そこはめんどくさいなんなら、足だけチェキいいね。足と聞いて戻ってきました。嘘、耳がいいね。おかえりポーズ、頑張って、ありがとう。あぶね、チケット入れるの忘れた。先着抽選、何が先着、先着です、先着で当日でしょ。
刀剣一枚激戦すぎるっす。いや確かに。だなんだっけ、まあもし予約しててなんか来なかったみたいなパターンとか、あとキャンセル連絡もなんかちらほらあるんで、まあ空いてたら増える可能性もあるけど、まあそういう方は、刀剣狙う方はきっちり開く45分前にはあれですね、そう待機ですね、チケット発券しないといけない。そうなんですよブー、ありがとう。セブンイレブンで発券してください。あ、発券してない、やべえ。まあ一応近くにちょっと行ったところにセブンイレブンはあるんですけど、はい、余裕を持って。今回は住所とか書かなくていいんだっけ、チケット、うん、言われてないな。いや言われてないよ。なんか受付の前で自分で判券をもぎるっていうことしか聞いてないです。アビタンは頭が天井まで伸びれば完全勝利。おお、人間じゃない。公式さんのついで SNS アップ OK になってましたね。そう、まあそれはなんか正直人によって、役者によって、いやあんまりなんだけどって人もいるんですけど、正直そうなんか、まあ葵たんは OK なんで OK です。葵たんはね、12時ぐらいに庭付近でご飯食べようと。すごいすごい、余裕を持ってね。みんな1公演目が14時、次が19時、夜の部19時ギリに入場でも OK。 あ、ギリでも大丈夫ですよ。ギリでも大丈夫だけど、一応まあ5分前とかにはお席についていただいた方がいいですね。はい、言われてないけどどうなんだろうと。じゃあ大丈夫、うん、ちゃんとみんな検温あるからね。あともしかしたら外は暑いんですけど、中は結構その換気となんか冷房となんかね、結構ずっといるとちょっと寒いんですよね。わかんない、葵たんはね。だからまあ一応念のために羽織るものとかなんか持ってきてもいいかもしれないです。レイヤーやいとみ、あらため、シブドンライブ終わり、18時30分、遅っ、おいしょ、明日の自分が信用できないから、この配信終わったら、セブン行ってく頑張れ、頑張れ、楽だ。マジっすか、聞いといてよかった、ナンバサインがアップでいい。いや、結構、そう、なんか、うち聞かれてないんだけど、そういうの。っていう子も、なんかもういたけど、そう。うん、まあ劇団としてはそう、まあこのお伊勢でこういうダンスイベでせっかく来てくれたから好きなように撮って載せてほしいというのがあると思うんで、そう、まあちょっと他の子はちょっとわかんない。まあ不安ならばぼかしで、葵ちゃんのはもう撮ったらちゃんとツイッターにハッシュタグマーダーホリックとハッシュタグ、ナンバーおいでお願いします。検温個人情報じゃんか。検温ぐらい興奮で検温引っかからないようにすれば、たまにある。葵たも一回見たことあるんだよね。なんか逆反の手伝いをしてる時に熱があって入れないっていう。夏場だから検温引っかかる人も出てきそうだね。それは悲しいよね。物販は参加できないけど絶妙に時間ずれてとりあえず4つ全部参加できそうな神采配。すごーすごい。はじめまして、おかえりだいさん、こんばんは、こんばんは。炎天下頑張って歩いてきてすぐに体温ね、ちょっと不安だわね。でも周りに涼めるとかそんな特別ないしな。アッパー、南波さんと南波さんをただけにしておきありがとう。炎天下の待機列が一番怖い、確かにな。一応エレベーターがあって、そこに行くまでの道のりが鍵になってるんで、まああれだけど、まあちょっと混むかな。うん、検温くらい。じゃああなた体温さらせるのかい、鼻血出た。別にいいけど。いいよ。先日歩いて出勤したら暑すぎて37度。37.2、 結構なんか微熱みたいな感じになってしまうよな、それって。なんかビビるなぁ。まあちょっとみんなできるだけ体温を下げてきてもろてお願いしやす。はい、ということで、こちらですね、舞台マーダーホリック、どんなお話かと言いますと、
私の名前はせつな、お前の名前はなんだ。お願いします、このままじゃ多分私殺されます。明晰夢をたびたび見る会では、いつものカウンセリングの途中、身に覚えのないことで殺し屋から命を狙われてしまう。夢か現実かやふやなまま、会では世界の裏側を垣間見る。そのことの出会いが僕が知らない世界へと見落とす結果になるとは、この時は思いもよりませんでした。そこに現れたのは、お前だー、ひねずみ。はい、そういうお話です。よろしくお願いします。いかに日陰の部分に待機できるかが鍵。いやー、そうだわね。みんな熱中症も気をつけて、どうやって体温を下げていくか、ちょっとね、氷とかなんか湿布とか貼ってもろて、日傘買う時が来たかも。あー、いいじゃん、日傘。来たー、今日ちょっと若妻感ある。そう、やった、メガネキノコや、メガネキノコあるかな。あおいちゃん、ゲテーゲテー、誰でしょう。本番だよー、いたとーてってれー、カラコンの力強さかっこいい役じゃないのよ別に。もう今日だ、いやもう今日だね、どうしよう。だーきゃー、寝坊が怖い、気をつけて寝坊。そこに現れたのは、いかにしようかいな。よっしゃ、行くぞー。おいたん、いかに皆さん熱中症にお気をつけてお願いします。冷やしきゅうりで下げるで、そうねそうねそうね。あの一応ちょっと歩いたとこにちゃんと、あの何、なんかあれですよ、イートインがあるファミマとかありますよ。2限定です。あー、そう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 ですよ。そう、皆さん、あおいたん今回は語尾を何使っているか、まあまあなんだろうなと思いながら見てください。どこだ。あ、椅子は硬いですか。椅子はわかんない、別になんかビッグツリーとかとそんな変わんなかった気がする。なんかちょっと座ったけど普通の椅子です。普通の。もうこの茶番あらすじが聞けなくなると思うと寂しい。寂しいの？ちょっと嬉しそうだよ。あ、後で画像あげるね。なんのなんのなんぶー、はい、今ねアイス食ってたわ。まあみんな暑い中お気をつけてお越しください。それはしんすぎるブーよ。ブーブーブヒブヒそう、ずっとブーだね。怖いのでゲルクッション持っていこう。そう、なんか一応2時間なのでね、そう、そういうなんかまあ寒くなるかなって方は羽織を持ってきたりとか、ちょっと尻痛くなるなって方はクッションとか、なんかちょっとご自由に快適なようにお願いしたいです。はい、ということで、ちょっともう終わりにしたいと思います。あいたんはこれからチェキのサインを書きます。やばい、うん、なんかみんな、でもみんなすごいなんか心配してくれるんですよ。なんか休めるときに休んでねとか、本当お願いだから寝てみたいな、なんかみんな心配してくれて優しい、ありがとうございます。おかえりはじえさん。はい、誰が呼び出したと思っとるやん。怒ってる怒ってる。うーん、ポップコーン食べ映画館じゃないのよダメや、チェキのサインか大変だ。まず明日書く時間ないので、そう今日ですね。うんと、ミミズの発達時のチェキがあったら当たりみたい。確かに、あおいたんが書きながらクッってなったらなりますよ。24時間起きてたことはそれはあるさ。よろしくねよろしくね、こちらこそ。ほら、心配せよ、早死にするでやめれ。はい、ということでコメント流れちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてください。5位ハク様ありがとう。4位ゴーさんありがとう。3位オルテガさんありがとう。2位カメナイモンありがとう。1位ブーニーちゃんありがとうございます。他にもタネは50カウントコメントありがとうございました。右上のハートが白い方は毎日配信してますので、ぜひピンク色にお願いします。あと、あおいたんのツイッターやインスタグラムぜひフォローしてご覧ください。ペコリンチョ。そしてただいまマイスタという別のアプリで、オーディションに参加しております。ピューロガールズオーディション二次審査ですね。昨日ですね、そうなんですよ、昨日
ありがたいことにポイントの伸び率がね良かったので、デイリーで2位だったんですよ。デイリーなんかブロックごとにその日ごとのなんかポイントが高い人がなんか乗るんですけど、ツイッターにアイブロックの中でデイリーで2位で、昨日1位までの差が4000ポイントぐらい、いや別にそう張るようなところじゃないけどね、張るようなところじゃないんですけど、そうなんか2位なんて本当にありがとうございますって気持ちと、あーせっかく2位なの、あーせっかくこんな上に行けたのにって、そうなんかそのデイリーを獲得したりするとこう注目され、なんか結局のところそういうまあ順位はね別にいいんですよ、県内だったら。そうただなんか注目されやすくなるからこう上がったりすると、そうなあ、ちょっとまあチャンスをつかんで頑張りましょう皆さん、25日までチヤチヤお願いしますペコリンチョ。この後あのすいません遅くなってすみませんが、ちゃんとあの一応ちゃんと軽く動画をね作ったので、この後アピール動画載せますんでお待ちください。母上行ったらポップコーン食べさせなんでやなんでや、母上いるよ明日。余題のついたチェキの可能性も、それはアウト、それはアウト、ブー、ハートだ、お疲れ、ありがとう、みんなありがとうございます。あれこんばん、あれコージ誰、ジーコ、こんばんは、久しぶり、来てくれてありがとう、もう終わっちゃうけど、はい、ということで、皆さん、ありがとうございました。とりあえず明日頑張っていきたいと思います。それでは以上、葵たんこと南波葵でした。いい夢見てね、おやすみなさい。